分かりますか？頭はできない、頭良くてもできない、中途半端はなおできないって。おそらく私たちの人生ってそういうことではないのかなと。でこれ神道の中にあるんですけども、神道っていうのはアマテラス大御神が二匹の御事に稲穂をやって、で天孫降臨っていうのはアマテラスの孫が降臨したから天孫降臨っていうんですけれども、その時に稲を育てて、地上を統治しなさいというわけです。でその時に、何を言うかというと、稲を育てるっていうことは自然の理に従うことです。ところが、この神道というのはですね、自然の理に従うことと同時にですね、稲を育てると雑草が入りますね。この雑草は取り除かれば生きません。つまり自然に逆らうことだというんです。分かりますか？自然の理に従って自然の理に逆らうことが神道であるということです。なんだろうこれ。ただですね、ここで分かることが一つだけ言ってるのが、要は雑草は悪ですね。だから悪を取り除くという発想になりますよね。ではないんです。これはいいものを育てるときに妨げるものがあったら取り除きなさいという発想です。つまり善にフォーカスしているわけです。いいものを育てるときに悪いものがいた。ところがほとんどの人って、私も会社をやってて思ってるのもよくあったんですけれども、問題を解決すると会社は良くなると思ったことないですか？私もですね、そこに集中してやってたことがありました。問題をなくすと会社は良くなると思ってたんです。でもそれはですね、過ちなんですね。実は私の主張が福岡にいるんですけども、10年修行しました。その時に師匠から言われました。問題が起きた時に、私も、もともと河原屋から始めてますので、いわゆるその男気という世界にいました。で男気でっていうね、となっていくと社員が問題を抱えたり困っていると助けたくなるわけです。で助けて男気を出そうとするんです。ところがですね、その首相が言われたんです。問題を解決してはいけない。どういうことですかと。問題指摘したらいけないということです。問題を解決してあなたは満足するけど、その人は問題解決できないよということです。そうでしょう。でもね、もっと深いんです。じゃあその人って過ちを犯してそれを指摘しないとずっとそれやり続けるじゃないですか、その問題と思うわけです。でもね、こういうんです。問題はなぜ問題になるか、気づいてないから問題になるんだって言うんです。その問題が起きるということを気づいてないから起きた時に問題になるんだって言うんです。そうでしょう。問題が起きて感情的になるときって、その問題が起きるって思ってないでしょ。でも最初からその問題が起きるという想定をしてたら感情的にならないんです。その起きたときの手立てを考えているわけです。つまり首相が言いたかったことは何かというと、問題になる前に課題があるんだというんです。つまりその課題に努めなさいというんです。だからどうしてというと、人っていうのはどうしてって問題探しと犯人探しをするというんです。だからよく会議の中でどうしてっていう会議になっていたらですね、師匠が言うんです。どうしてをどうしたら変えようよと、どうしてこうなるんだけど、どうしたらもっと良くなるかっていう話に変えようよって言うんです。でよくあるのが、こうしなければならないって言うと、ならないじゃなくてこうした方がいいっていうふうにしようよって言うんです。でこれがまさしくこの神道でいう、その悪を取り除くではなくて善を育てるということなのかなという、そういったことをですね、非常に教えられました。で